はい、ヤマハのクラビノーバのご紹介になります。蓋はこういうふうにね、開きまして、一旦ね、ここでこういうふうにね、ちょっとこう、このスイッチ類をね、こう見えないようにここで止めることもできますね。はい、こんな感じで、一応音の方は全部ね、ね、全部鳴りますし、ペダルの方も、効いております。ね、ペダルの方もちゃんと、作動しておりますね。ボリュームはちょっとね、今朝早いので低い目でちょっと弾いておりますけども、あと音色の方とかね、全部は確認してないんですけども、普通に、そうですね、グランド、いろいろ変えれるみたいですね。ピアノ1。ね、これグランドピアノ1ですね。はい、音色もちゃんと変わってくれそうですね。はい。外装の方も、まあ、確かにね、これ10年ぐらい経ってますのでね、それなりに傷とか、そういうのはございますけども。まあ、あと、これ譜面台、こういうふうにね、楽譜がピラッとめくれてこないようにするためですかね。こういうのがついてたりとかね。ちょっと憎い作りになっておりますね。はい。フラビノーバの CLP440 というね、機種になりますけども。この分、ね、ちょっとお安くご提供させていただこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。